日々まゆののエブリデイまゆチャンネル。この度は新潟人選んでくれてどうもどうも、ご使用の前にこの取扱説明書を読んで、ずっと正しゅう優しゅう熱こうてね、一定物につき返品交換は受け付けません、了承してくんなせ。牛乳といえば量を感コシヒカリが自慢、ヘッドライトの点灯時刻早い、傘を破壊される血液、片割り片鉄板逆だ、中堅玉子で待ち合わせ新潟限定キティ、冬になると天気予報見ねえ、路中が基本、無洗米に抵抗がある、ビバオールの復活ダイエット、村 VS トルコ村原市へ行こう、アンルビレックス新潟の秘密、ポッポ焼きラフォーレ原宿新潟できたよ、エレベスとは言い間違いでね、新潟で過ぎた男はそうだったね、サスペから泳いで5分お知らせ花火、ジョン伸びしてくん、内海高速道路が果てしねー。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。